ら、結構人が集まってますね。どうやら今日のラフは勤労に向いていない運勢のようです。構造士は性格の侵食が始まってから作業を止めていたはずですが、ここの方たちはどうして安全な場所に避難していないのでしょう。仕事を愛してるからとか。大牧師の牧者のことを思い出すとギャップを感じる。仕事だからな。これでみんな生きているんだ。大人の世界に楽なものなんてないよ。経験者っていう感じの口ぶりだね。感じたまま話しただけだ。気にするな。そうですね。あなたは将軍様が自ら招いた助っ人。物語に登場する大英雄のような方です。でも残念、花もしくは挨拶すらありませんので、やはりあなたの気のせいかと。この構造紙にはからくりを研究する工房ばかりが存在し、発明に狂った職人がたくさんいます。そして彼らの伝統といえるのが、たびたびヘマをすることです。建物が消えたり、傀儡が暴走したり。ご注意ください。今回も中が大変なことになって、職人たちが入れなくなっているのでしょう。それでも進むしかない。まずは誰かに話を聞こう。閉まってるね。いつも通り鍵を壊して開ける？それとも壁を乗り越えて入る？先に言っておきますが、構造紙は泉州の用地、大牧師と同じ位置にあります。許可なく構造紙に踏み入ると、法令により最低300年の懲役、最悪の場合は何千光年以上先にある僻地に飛ばされますよ。脅しているわけではありません。助言です。大牧師の時のように先に構造士の職人から話を聞き、静寂さんみたいな案内人を探しましょう。中がどうなってるのかも分からずに入るのは無謀ですよ。運気軍が救援の手を差し伸べてくれたのか。あ、その身なりは誤解した。旅人か。ラフがこんなことになるなんて、君たちも辛いよね。僕も悲しい。そうだよ、何か困りごとがあるなら言ってみて。うちらはあんたたちの将軍が直接使わした助っ人だから安心していいよ。将軍様が直接？君たちを？ふざけてる場合じゃないだろ。運気軍がいるのによそのものをよこすわけないよ。構造士は今大変なことになってるんだ。冗談はやめてくれ。本当だ。俺たちは本気で君たちを助けたいと思っている。ここの状況を聞いてもいいだろうか。
何も。待ってるだけだよ。中が危険だから逃げ出したんだ。忠告だよ。死にたくなければ中に入らない方がいい。木が暴走したんだ。誰かの盆栽が急に成長して市内で暴れ回ってる。あちこちがめちゃくちゃだよ。構造士はからくりと無土壌栽培しか研究していないはずなのに、あんな大きい植物を育てる技術はどこから来たんだろう。不思議。ダメだ、先生がまだ中にいる。講師先生は構造士の用金棒で一番年功を積んだ職人で、僕たちの課題も見てくれてる。事故が起きた時、先生は僕とズミ、院中を連れて逃げ出したんだ。なのに途中でまた一人になって中の方に戻っていってしまってね。だから僕はここで運気軍を待ってるんだ。早く先生を助けなきゃ。なんでまた戻ったのかな。命よりも大切な研究成果はないよ。しまった、航路がやばいって。先生の叫び声が聞こえた時にはもう人影は消えていたよ。助けに来てくれたって本当？ああ、軽減将軍から依頼を受けた。信じなくても構わないよ。請求列車はいいことをしても名を残さない派だから、あんたの先生のこと気に留めておくね。じゃあこの玉符を受け取って、先生を見つけたらどうか無事に連れ出してほしい。先生に何かあったら、何かあったら。安心してくれ少年、君の先生は僕たち全員卒業できなくなる。行こう、もう喋る気がなくなっちゃったよ。木が暴走？きっと剣木だよね。でも彼の先生が言ってたっていう航路って一体何？性格によって剣木が蘇っている。木の成長とともに侵食も激しくなっているようだな。よく見ると根は全て地下から出てきています。ただで庭師をやらざるを得ないようですね。今後の意思を。これで万全だ。構造士は幼稚だ。賊どもに猿がいい。いや、近づくな。それ以上足を踏み入れたら容赦しないぞ。聞いて、うちらは賊なんかじゃ。言い訳するな。どうせ通りかかっただけだの、不注意だの、門が開いていただのと言うんだろ。突然試合で異変が起きる、誰の仕業かと思いきや賊の仕業か。さあ1年のブラウン、警備が当てにならないなら、思い知らせてやる。君らに選ぶ余地はない。チャンスだ。せっ、国運ガレガマ東華流行。どうした、早く起きろ。あんなに可愛がってやったのに。よくも俺の可愛い子たちを粉々に弁償しろ。
だっておじちゃんが話を聞かないから、うちら助けに来たのに。ああ、俺の名を知ってるのか。まさかこの妖金鍛冶のてっぺんたる甲州亮の名声がこんなに広く響き渡っていたとはな。結構単純な性格だね。実は慶元将軍と普賢さんの依頼を受けて探偵使に向かう途中なんだ。甲州先生、よかったら道を案内してもらえないだろうか。お、将軍様の部下だったのか。すまんすまん、俺の勘違いだ。あんな小物壊れても構わん。でも力になれそうにない。構造士が木の妖怪に占領されたあげく、四方の増加航路まで奪われてな。手強い妖怪め、どんな術を使ったか。市内のからくりが生きているかのように奴の周りを囲ってる。近づけば命はないだろう。と言ってもこのままというわけにはいかん。何せ航路の中に。やっぱりだ。将軍様がお前らを使わした理由が見えたぞ。構造士の危機はすぐに解決できそうだ。お前らを手伝える方法はあるが、その代わり力を貸してほしい。さあこっちだ。見ろ、これは構造士がずっと完成させることができなかったからくり、共感兵画だ。弟子たちにこれを持ち出して調整しろと命じたおかげで、木の妖怪が襲ってきた時にみんな無事に逃げ出せたんだ。玉海門を見ただろ。この共感兵画は玉海門と同じ機能を持つ。二つの空間座標を、素人には理解できない方法でつなぐんだ。確かに伝送距離が短くエネルギーの消耗が激しいという欠点を除けば完全に精査と取り替えられる。完全にダメっぽいね。開拓の海域アンカー以下だ。あらら、構造士の職人の方たちにお礼を言わないと。おかげさまで天白氏は解散を免れることができましたね。本来ならこれを使えばお前らを向こうに運べたが、いつの間にか妖怪の枝が兵庫に絡まってしまってな。少し辛抱強く接しろ。構造士の力を見せてやろう。たかが木の妖怪、造作もない。来い、いいもんを見せてやろう。あの妖怪が押し入ってきた時、真っ先にこれが頭に浮かんだんだ。これは甲虫流行というからくり装置だ。もともとは運気軍の依頼で開発した武器でな、威力は言うまでもないが。伝送距離が短く、エネルギーの消耗が激しいのだろうか。そう、質量保存の法則ってもんだ。短所があれば長所もある。まあ妖怪退治にはこと足りるだろう。で、天下だ。火は火に勝てまい。
いいぞ、なかなかだ。死に教わっても努力は己にある。お前、俺の出来損ないの弟子より偉いぞ。なんだ、同点が崩れるのか。もう大丈夫か。どうやら俺の武器が効いたようだな。あの妖怪め、きっと痛かったんだろう。よし、じゃあ早速共感平画で向こうに行くぞ。長引かせすぎてまた枝が伸びる前にね。見て、剣木の根っこが。あれは構造士の手法、増加航路だ。お前ら手を貸せ。力を合わせてあれを切り落とすぞ。航路をうがつ前にな。気をつけろ、何やら変化しているようだ。これは一体何の化け物なんだ。さすが神の技、思うがままに命を作り出すとは。この力、良きかな。下手に動く。任せろ。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。始めよう。悪い子ね。おやすみ。俺が守る。争いに意味はない。退け。剣木の根と航路を守っているようだ。時間よ。任せろ。大事ない。悪い子ね。ほんの気持ちよ、気にしないで。助かった、ありがとう。君らはこの力に生徒し、君らに選ぶ余地はない。おやすみ。生死虚実、移動点検家、勝務一角。は始めよう。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。この足元から根っこが出てきたよ。任せろ。でもすぐに治る。ありえなくない？ここは一旦引くしかないな。ついてこい。まったくもう、道理で先週は北条の忌み物を恐れるんだね。あの回復力半端じゃないよ。天雲、先週の長命酒ってみんなあんな感じなの？
あの元禄はおそらく自分を守るために剣木が生み出したもの。根とつながってるためあのような恐ろしい力を持ったのでしょう。あれがいる限りどこにも行けそうにないね。いや、あれは治癒というよりも他の場所からエネルギーを補給しているようにも見える。そうそう、根本から問題を解決しないと。あのモンスターは剣木の付近を離れない。周りを調べてみよう。何かがあるのかもしれない。確か将軍様の命令で探偵使に向かうんだったな。残念だな、あの妖怪のせいで構造使が一時封鎖することになったんだ。そうだな、あっちへ行ってみないか。当主先生、何かいい方法でもあるのか。うん、あの鹿が再生するとき周りの根が光っていたな。当主先生は後ろに隠れてたからよく見えたんだね。俺はただの職人に過ぎないからな。戦場は我が居場所ではない。先ほど陽先生が言ったように、鹿が自身を治すことができるのはどこからかエネルギーを吸収しているからだろう。あの光は奴に生命力を注いでるようだった。ああ、教官兵衛に絡まっている根を解くために結び目を焼いたことは覚えてるか。あ、確かに。あの根っこはそれっきり伸びなくなったね。その上、まるで傷を負ったような反応だった。これが俺たちの切り口になりそうだな。お前らならば早く根をなくすぞ。俺の考えが合ってたみたいだぞ。これでいける。
今後の意思を。すぐに設置する。俺の推測だと、剣木の根は地中深くまで伸び、あらゆる場所にあるはず。構造子界隈に伸びている部分は駆除できたとしか言えない。善は急げだ、根が再び生えてこないうちに。これからすべきことは。ボーン、鹿狩りじゃ。今後の意思を。運よ、来い。お前ら、増加航路に絡みついている根が見えるか。枯れているぞ。本当によかった、もうお前らを阻むものはない。冷静さを保て。機を逃さず動く。おお、まだこっちだ。お注射の時間よ。おやすみ。お願いだから上がらせて。お願い。やった、上がり。俺が守る。で、始めよう。退け。君らはこの力について生徒し、君らに選ぶ余地はない。考えても無駄。やっ、悪い子ね。ランス戦闘準備。任せろ。機を逃さず動く。ほら。おやすみ。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。俺が守る。やっ。ランス戦闘準備。なのか。なんてね、考えてみただけ。お薬の時間よ。今もよかったよ。ふっ、任せろ。生徒たち、君らに選ぶ余地はない。お注射の時間よ。おやすみ。せっ、
始めよう。退け。時期を読んだいい資料だ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。任せろ。火を逃さず動く。始めよう。考えても無駄。おやすみ。君らはこの力に精通し、君らに選ぶ余地はない。俺が来い。ゼロやっ。お願いだから上がらせて。お願い。やった、上がり。始めよう。悪い子ね。ランス戦闘準備。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。任せろ。お注射の時間よ。おやすみ。気を逃さず動く。チャンスだ。あの鹿はもうダメみたいだよ。今のうちに一気にやっつけよう。シリゾク。時期を読んだいい治療だ。君らはこの力に精通し、君らに選ぶ余地はない。悪い子ね。気を逃さず動く。お願いだから上がらせて。お願い。やった、上がり。剣木には摩訶不思議な力があると軽減将軍は言っていた。あの鹿は普通の存在に見えたが、致命傷を負っても瞬時に回復していた。先囚人がなぜ遵守に従い北条を排除しようとしているか理解できた気がするな。死ぬことも滅ぶこともない造物、それを放置すれば世界の生態系は完全に滅んでしまうだろう。だから先週は宇宙を流浪し、どの星にも定住しなかったのか。楊先生は洞察力があるな。残念ながら8000年前、薬乞いであった祖先は裏に隠されていたものを見抜けなかった。中には感づいて儒家の王の恩恵を拒んだ者もいた。だが一つの文明が本当に不老長生の誘惑を拒めるのだろうか。
皮肉だ。聡明な者は死に、愚かな者が生き続ける。先週は北条の誘惑を受け入れたことを悔いて殉主の道程を歩むことにした。もしかしたらまだ救いの余地があるかもしれない。手を貸してくれて本当に感謝する。お前らはこれから探偵市へ行くんだったな。あそこは剣木に隣接している。ここの状況を鑑みるにもっと厳しい状況になってるだろう。気をつけるんだぞ。俺はここでお前らの無事を祈ってる。これがラフの剣木？初めて見た。お前、運気軍じゃなかったのか。運気軍だからってわざわざ剣木を見に行ったりしないよ。それに私はラフに来たばかりだし。妖精にある樹花の跡は月なんだよ。ラフのより綺麗だと思うな。剣木はとっくに枯れたと聞いていたけど、どうして急に成長を始めたんだ？性格のせいです。これ以上の説明は必要ないでしょう。一刻も早く獣王市に戻らなければなりません。私は怪我をしていて満足に動けないので、皆さんも同行してください。精査の私場さえ見つかれば、あとは自由に行動してもらって構いません。仕方ないか。ラフにいる人はみんな獣王市の任務に協力する義務があるんだもんね。あなたの姿、見覚えがあるのですが。そう身構えないでください。先ほど幽州国の影絵図名簿と照らし合わせましたが、一致するものはありませんでした。すぐそこに行くだけなのに、ここまで紆余曲折を経ることになるとはね。これで僕たちは獣王氏の人間になったわけだけど、何か思うところはあるかい？
返事だ。僕は、部外者でいることはできないだろう。先を急ぐためにも、早く精査の渡し場を見つけて、この獣王子の判官を送り届けよう。ごめん、獣王子に呼ばれたら運気軍の私は答えるしかないの。それが規則だから。また無口くんに時間を取らせちゃう。よし、こうしよう。あんたたちを無事に送り届けたら、私が美味しいものをおごってあげる。じゃあこっそり抜け出して安全な場所に隠れてて。この子を送ったらまた探しに戻ってくるから。その考え方良くないよ。今のラフは危険なんだから、あんたを一人にして安心できるわけないでしょ。うん、やっぱり一緒に行動しよう。私に続く道はこちら。あ、待って、実は獣王子の判官を見るのって初めてなんだよね。いつもどんな仕事をしてるの？長命種の寿命と魔音の実に関することです。あ、それは確かにあんまり見ない方がいいかも。ええ、その通りです。みんな気をつけるんだ。避難してない一般人がいるんだろう。この高首領、命を惜しみ死を恐れる人間ではない。構造士の安全は今や俺にかかっているんだ。ダメだ、サイちゃん。お前は自力で逃げるんだ。運気軍が来ない以上、この老いぼれが状況を打破するしかない。おじさん、英雄ぶってる場合じゃないよ。とぉー、サイちゃん、お前なんで喋ってるんだ。誰が子犬だって。あ、すまんお嬢さん、こいつに声なんかインストールした覚えはなかったんだが、つい。おい、どうしてまだ人がいるんだ。弟子たちも逃げて、今の構造士には俺しか残っていない。お前らも早く逃げろ。さっき言ってたよね、運気軍が来ないって。私は運気軍なの。ほら、ちゃんと来たでしょ。構造士の問題は私が何とかする。だからおじさんは私たちと一緒に行こう。ダメだ、俺は工場だ。ここの留守を預かる義務がある。最終手段を使うしかないみたいだね。おじさん、自分で動くのと私の後ろにいる白い服の人の白い箱の中に入れてもらって運ばれるの、どっちがいい？あー、その線香一本分考える時間をくれないか。今すぐに決めて。
運気軍のお嬢さん、どうして将軍はお嬢さん一人しかよこさないんだ。今回は被害が広がりすぎて運気軍の手配が間に合ってないの。安心しておじさん、おじさんは私が守ってあげるから。巻く。炎の槍を断ち切れ。おやすみ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。俺はここまででいい。あと少しで出口に着く。護送してくれて助かった。ここで解散しよう。あと少しなのに私たちと一緒に行かないの？人は誰しも職責というものを負っている。構造士に入った日から俺は一日も怠ることなくここの機器の動作を世話してきた。今日も同じだ。弟子たちが避難したのは当然のこと。自分の先生が死を恐れているところなどあいつらに見せるわけにはいかない。ここまで来れば十分だ。俺は今から構造士のためにできることがないか探そうと思う。おじさん。お嬢さん、もういいんだ。俺だって命は惜しい。無茶はしないと約束する。だから早く行け。人は誰もが職責を負っているものです。行きましょう。どうした？任務があるんじゃなかったのか？残念だが俺はいけない。どうにか方法を見つけて市内の問題を解決しなければ。あいつ通してくれそうにないね。大声で叫べば驚いていなくなってくれるかな。どう叫んでもあれをどけるのは無理だろう。今の構造士にはサイちゃん以外に命令を聞くからくりはいないんじゃないかな。じゃあどうするの？簡単なことだ。言うことを聞かないのなら倒せばいい。無口君。無口君ってそんなに暴れん坊だったっけ。とにかく一緒に行くよ。冷静さを保て。頭を冷やすといい。おお、慌てない。気を乗らせ。だしない。生徒し、君らに選ぶ余地はない。来い。お願い。やった。上がり。おやすみ。はっ。控え、本心体力無用。ふっ。ズボン。やっ。炎の槍を断ち切れ。おやすみ。生徒し、君らに選ぶ余地はない。気を乗らせ。
槍を断ち切れ。仲間と一緒に行動しないんだね。獣王子の半眼は常に単独で動き、それぞれの使命を遂行しています。それにしても私には妹がいるのですが、あなたを見ていると不思議と彼女のことを思い出します。皆さん、星座が見えました。剣木の再生は多くの災いをもたらすに違いありません。運気軍は剣木に隣接する探偵市にいるはずです。そちらに向かえばいいでしょう。ここまで送っていただきありがとうございました。この善行は獣王に報告をあげ、機会があれば必ず恩を返すと約束します。気にしないで、道中の善行を増やしただけだから。彼女は運気軍は探偵市にいるって言ってたけど、私は船を探してタイに戻ろうと思ってる。あんたたちはどうする？ここまで来て別れるのは忍びないってこと？よし、じゃあ一緒に行こう。それじゃあお嬢さんの好意に甘えさせてもらおうかな。まだ早いし、どこか行こうか。いらっしゃいましたね、その足音。あなた様は今機嫌がいいのではないですか？いくつもの星を越えて泉州にいらした方々は、悩み事を抱えて落ち込んでいるか疲れ果てていることが多いのですが、あなた様の足取りはしっかりとしていて活力に満ち溢れています。さすがは七死人ですね。本題に戻りましょう。あなた様が入手された流盤鉱薬を分析してみました。とりあえずの結論が出ましたので、これを新作府まで届けていただけませんか？結論、結果から言いますと、流盤鉱薬に対応する解毒剤があるとは考えられません。予測できる年月の範囲、つまり当面の間は解毒剤は現れないでしょう。詳しい分析内容は文章にまとめておきましたので、もし興味があれば目を通してみてください。
こちらが龍盤公約の薬理に関する考察です。佐久市長様がお急ぎのようであれば、あなた様から渡していただけますでしょうか。他に何かご用でも？新作府は薬理について早く知りたがっているのではありませんか？いらっしゃい。何か相談したいことでもあるの？こんなに早く結果が出たの？あの端子たち本当に優秀なんだね。端子？ちょっと待って、どうして探偵士の端子長が出張なんかしてるの？彼女は目が見えなくていろいろと大変だから、探偵士の同点を離れることは滅多にないって聞いてたのに。彼女が力を貸してくれたからこんなに早く薬理の分析が終わったんだね。早速報告書を見させて。解毒剤がない？ちっ、あいつら一体どこでこんなに難しい丹方を手に入れたの？頭が痛くなってきた。でもこれも一つの手がかりになる。ありがとう。このお礼を受け取って。どういたしまして。ラフの先週のためにいろいろと手伝ってもらったからには、佐久市長としてお礼をするのは当然のことだもの。枯れていた木が。来てくださったんですね。ありがとうございます。今回長楽天に滞在しているのは同胞の診察や薬の処方をするためでしたが、新作府からの処方箋の分析依頼を引き受けることになり、少し時間を取られてしまいました。薬を用意したのですが、届けるのが遅れてはいけませんので、すみませんが、私の代わりに届けていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。もしあの子が何か困っているようでしたら、お戻りの際に教えてください。薬はこちらに。届け先は遊家庭の近くなので、そこまで行けばあの子を見つけることができるでしょう。タンスーに頼まれた届け先はあの子か。彼女がここに来たのは同じ盲目の子供に薬を届けるためだったのか。
上に登ってみろよ。登ったら最後降りられないだろうけどな。ドドドドって転がり落ちるぞ。あいつ降りられないぜ絶対に降りられない。おい、そこの種族の民、何見てんだ。見ていいって誰が言った。お前誰だ。余計な口出しすんな。俺は何日も種族の民を殴ってなくて鬱憤が溜まってるんだ。どっか行け。俺らの仕事の邪魔するんじゃねえ。親分、叫んでないで早く俺を起こせ。俺は見たぞ、こいつこっそり内功を使って親分を倒したんだ。ずるいやつめ。そうだ、お前が内功で俺を狙ったりしなきゃ一発でボコボコにしてやったってのに。違うだろ、俺が見た感じだと親分の一発はこいつに全く効いてなかったぜ。黙れ、行こう親分。武徳を知らない奴は相手にしない方がいい。ふん、今日のところはこのくらいにしておいてやる。まともに戦ったらお前なんか俺の敵じゃないんだからな。そうだそうだ。お兄ちゃん、助けてくれてありがとう。うん、大丈夫。私が悪いの。勝手に外に出たから絡まれちゃった。あの子たち、私の目が見えないからっていつもからかってきて、足をかけてきたり私のものを盗んだりするの。お兄ちゃんが来てくれなかったらきっとやられっぱなしだったと思う。あ、タンスー様に頼まれてきたんだ。最近はいろいろ大変なことがあったみたいだし、きっとタンスー様も忙しいよね。お兄ちゃん、ありがとう。タンスー様にもお礼を伝えてもらえると嬉しいな。一人で行動してる。寂しそうだな。まあ、俺が気にしても仕方ないか。薬は届けたから、タンスーに報告しよう。前年も枯れていた木が。薬は届けていただけましたか。あの子は子供の頃の私を思い出させる。私もあの子と同じように暗闇の中を模索しながら、いつ来るかもわからない障害や人々の自覚のない悪意と向き合わなければなりませんでした。いじめられたり怪我をしたりすると、探偵師のお医者さんに泣きながら治してとせがんでその繰り返しでしたが、気づけば私自身も同じ道のりを歩んでいました。あの子を守ってくださってありがとうございました。それでそのもう一つお願いをしてもよろしいでしょうか。あの子に会いに行きたいので道を案内していただけませんか。あの子が一人ぼっちでいるのが心配で、それにあの子の最近の悩みなども聞きたいですから。あの子のご両親は北条戦争で亡くなりました。
引き取ってくれた親戚ともあまり親しくないらしく、あの子を診察するときは私が話し相手になっていたのです。医者の処方箋は人の体を治せるかもしれませんが、孤独や心の傷は一緒にいてあげることでしか癒せないのかもしれません。あの子は落ち込んだ時、構造紙の隅っこに座って、そこから聞こえてくる音に耳を傾けると言っていました。あの子のご両親は構造紙の職人でしたから、そこが心の落ち着く場所なのかもしれませんね。きっとあの子は今もそこにいるでしょう。近頃は物騒ですから、目の見えない子供を一人で歩き回らせるわけにはいきません。ですからね、イサナ。ありがとう、お兄ちゃん。ありがとう、タンスー様。このお兄さんがいますから、もう怖がる必要はありませんよ。でも、私のせいでタンスー様とお兄ちゃんに迷惑をかけちゃった。ごめんなさい。それだけですか？それでは、これから慣れていかなければなりませんね。これから先、何百年と生きていく中で、私たちのように目が見えない人間は、誰かに迷惑をかけることもありますから。この程度のことで申し訳なく感じていたら、これからの長い道のりを進めなくなってしまうでしょ？これは慰めではなく、ただの現実なのです。暗闇の中を一人で歩いていると、突然障害にぶつかることも、他の人が描写する対象が理解できないこともある。全ての人や物を漆黒の炭火が覆っているようで、目に見えない火傷を負うことだって。長命種の場合、そのような生活が千年近くも続くのですから。あの子は人の助けに頼らずに、自分自身の力で耐え抜くことを学ばなければなりません。期待を抱くことは悪いことではありません。しかし、誰かがそばで見守り続けることはできないでしょ。その前に、あの子は私と同じように、暗闇に耐え抜くことを学ばなければなりません。私、タスー様、私、自分の力で生きていけるように頑張る。頼れるのは自分しかないから。はい、その言葉を忘れないでくださいね。ずっと、ずっと。ここは危険すぎます。さあ、上洛点に戻りましょう。
改めまして助けてくださってありがとうございました。私たちのような転血者は若い時に辛い目に遭うことは避けられません。苦難を乗り越えて探視長という地位についた今でもどうしようもなく悩むことがたくさんあります。だからこそさっきあの子にあのような言葉を。あなた様にとってはさぞ耳障りだったことでしょう。ですがあの子がこれから直面するであろう嵐に比べれば私の言葉などただの小雨に過ぎません。長命士は生まれた時に体の特徴が決まります。容姿や心の在り方、そして身長まで。生まれた瞬間から血肉の遺伝子に永久的に組み込まれているのです。短命種の場合は気候や手術で改善できるような血管も先週人には手の打ちようがありません。いかなる方法でいかなる気候を埋め込んだとしても私たちの体は本来の姿に戻ってしまうのです。私も最初は信じられずに義眼を入れてみたことがあるのですが、適除した毛眼が再び生えてきて死にも勝る苦痛を味わいました。光を取り戻した束の間の思い出はそれ以来かえって私を苦しめる記憶となりました。長命種にとって転血は永遠の苦行であり避けたくても避けられないものなのです。皮肉だと思いませんか。多くの豊穣の民、いわゆる忌み者にもこのような苦しみは与えられないというのに。ああ、きっと転血は儒家の王が反逆者にかけた呪いなのでしょう。いえ、何でもありません。失礼いたしました。私の旅に付き合ってくださってありがとうございました。長楽天に対する私の願いもこれで一段落ついたと言えるでしょう。ところであなた様に送りたいものがあるのですが、少し準備に時間がかかりそうでして、用意ができましたら改めてご連絡いたしますね。それではしばしのお別れです。タンスは贈り物を用意するのに少し時間がかかるって言ってたし、少し時間ができたな。山陽書士に行って本でも読みながら連絡を待つか。早くして、待ってる間に眠くなっちゃいそう。今の時代に伝統文学を読むなんてありえない。オンライン小説こそ現代文学の究極の形だよ。はい、どうぞ。本を買わずに読むだけのお客様だとしても追い出したりはしません。儲からなくても読書人の心を傷つけるわけにはいかないと紫苑先生がおっしゃっていましたから。ただ他のお客様の邪魔にならない場所で読んでくださいね。連絡が来たようですね。お気をつけてお帰りください。次にいらした時は本を買ってくださいね。今の
時代に伝統文学を読むなんてありえない。オンライン小説こそゲ何千年も枯れていた木が。よく来てくださいました。近頃奔走なさっているあなた様のお役に立てばと、あるものをご用意しました。新作譜から提供されたものを分析していたら、ひらめきが降りてきまして、歴史文献を参考に健康長寿薬を調剤してみました。この三雲松露丹と名付けた薬をあなた様に差し上げます。体が軽くなるだけでなく、健康増進や長寿の効果が期待できますので、七死人であるあなた様の旅のお役に立つと思います。では私は他の仕事がありますので、ここでお別れしましょう。今度お会いする時はあなた様のお姿を見られることを祈っております。単数を信じてないわけじゃないけど、こういうのは迂闊に飲まない方がいいよな。どうにも違和感がある。新作譜に行って生族に相談してみよう。何千年も枯れていた木が。実は君に伝えたいことがあるんだ。ああ、ご無沙汰しております。本日は新作譜にどのようなご用件でしょうか、なんてね。なるほど、つまり彼女がこの薬をあなたに渡した意図を疑ってるんだね。わかった、一度検査してみるから、その三雲松露丹とやらを貸してくれる？まずは信頼できる端子を探さないと。あなたはしばらくここにいて、今の状況じゃあなたみたいに信頼できる人を見つけるのは簡単なことじゃないの。あなたが警戒してこの薬を飲まないでいてくれてよかった。端子たちが検査した結果、薬の中から禁忌とされる成分が検出されたの。そう、あの薬王秘伝の怪しい炭鉱と同じ成分が。気持ちはわかるけど、あまり思い詰めないで。探偵室の中に内通者がいることは予想してたけど、まさかトップの人間だったなんて。私は今からタンスを指名手配する。もし彼女の行方がわかったらすぐに連絡して。そうだ、この隊長を連れて行って。あなたの友達を見つけるのに役立つと思う。タンスーがいない。どこに行けば会えるんだ。そうだ、タンスーがくれた薬の箱に彼女の匂いが残ってるはずだから、生族が貸してくれた隊長に手伝ってもらおう。
さあ、隊長ちゃん、タンスーのところに案内してくれ。クオ秘伝の連中と一緒にいるってことは、やっぱりそういうことか。カイシ様、お下がりください。奴は私が片付けます。必要ありません。彼は私の友人です。多くの仲間たちがあいつにやられたんですよ。知っています。それなら。言いましたよね、彼は私の友人だと。下がっていてください。は、カイシ様。あなた様が私を訪ねてくるとは思いませんでした。ええ、私は薬王秘伝の姉妹兄弟の長であり、慈悲なる薬王の子孫。私たちは千秋同盟を豊穣の道へと導くもの。私が差し上げた三雲小露丹は飲みましたか？泉州にやってきた薬乞いたちが喉から手が出るほど欲しがっている不死の仙方です。短命酒を泉州人もしくは忌み物に、いえ、どう呼ぶかは人それぞれですが、変化させる力があります。どうか信じてください。あなた様に危害を加えようとしたわけではありません。ただあなた様を気に入ったからこそ、長命と自由を手にする機会を与えたかったのです。あなた様にお願いがあります。ラフから、この争いから離れてください。ここで起こっていることは、あなた様が考えているものとは違うのです。この内戦について新作府の猟犬からどのように説明されましたか？自分たちは正義である帝宮の使命を代表して、邪神である儒家の王を追い宇宙を渡航しているとか、それとも薬王秘伝は邪神の手先だとでも言われたのでしょうか？それは本当に正しいのでしょうか？あなた様は薬王様や要求過疎については理解が及んでいないようですが、私のことは理解してくださっている。あなた様の目には私がそのような人間に映っているのですか？あなた様に味方になってくれとは言いません。ただラフから、このすべてのことから離れていただきたいのです。ここでのことはもともとあなた様には関係のないこと。私はあなた様の敵になりたくはありません。お互いに刃を交えたくないということであれば、ここでお別れしましょう。この数日間ずっと考えていました。要求過疎は前進ではなく、薬王様も邪神ではない。あなた様が軽減将軍の味方をするのは、ただ彼らと先に知り合ったからに他なりません。本当に残念でなりません。あなた様と先に知り合ったのが私であれば、真の友人になれていたかもしれないのに。カイシ様、そろそろ参りましょう。
これが私たちの永遠の別れであること心から願っています。さようなら、七死人様。新作府に行って聖族に知らせよう。どうだった？タンスは見つかった？彼女を捕まえられなかったんだね。分かった。長年潜伏していたあいつらが今になって本性を現したのはもっと恐ろしいことを計画しているからかもしれない。捜索を急がないと。とにかくあなたにはお礼を言わないとね。あなたからもらった情報があれば探数の捜索を続けられる。ありがとう。将軍様から聞いたんだけど、これから探偵使に行って大木様が率いる軍と合流するんだって。それならここで時間を取らせるわけにはいかないね。くれぐれも気をつけて。あと、もしまた探数に出会ったらすぐに近くの運気軍に知らせてね。そうだ、これを受け取って。いろいろしてくれたお礼。